はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲーマーか、こちらのゲームをやっていきたいと思います。日本経済新聞社監修、知らないままでは損をする、物やお金の仕組み DS ということでやっていきましょう。ということで今日の動画は19日でございますね。年の瀬に迫りつつある、そんなタイミングでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかそんなもうラジオ番組みたいな始まり方するんやけどね、やっていきましょう。ということで私エンタ課長になりました。課長エンタ、課長島工作みたいな感覚でね言うておりますけれども、今日の丸得やっていく前にちょっとお金は持ってないけどショップ行ってみましょうか。はい、新商品が入ってるはずです。改名と、貯金箱招き猫というものが追加されてますね。これ何なんでしょう。金運を招く猫の貯金箱です。知力問題の総獲得金額が分かりますと。いる？いや、これ買ったらお金がいっぱいもらえますよ的な、やったらわかるよ。これ買ったら正解につきいっぱいお金もらえますよとかやったらわかるけど、今までの獲得金額分かったところでやもんな。あとはストップウォッチ、普通のストップウォッチとしても使えますが3秒ぴったりで止めると点点点と言われてますね。知らんがなですよ。もうそもそも買えないしね。スクラッチおみくじ1回100円。あなたの運勢はよく当たる？占い付きだそうです。いらないな。非常にいらないな。ちょっと欲しいかなじゃなくて、非常にいらないな。速読。速読変、あ、じゃあ、速読変更の問題文などのメッセージスピードを変更できますと。それを3000円で売る？なんでこれエレベーターのカゴと同じ値段で売るんよ。あ、ちなみに幻の第4回で買ったエレベーターのカゴはこれですね。はい、その場で取り付けられて、で普通に昇進試験が受けれるようになったというね、そのエレベーターのカゴ3000円でした。はい、まあ、そんな状況でございますが今週もやっていきましょう。今日の丸とこでございます。今だからこそ知っておきたい金融危機のお話を集めましたというところで、金融危機のお話やっていきましょう。国際経済、世界の大企業 GM も今や昔と、ジェネラルモータースですね。ゼネラルやったっけ、ジェネラルやったどっちか忘れた。2009年6月1日米国のある企業の破綻がニュースになりました。これは日本経済新聞の記事です。GM 一時国有化で、再建と。この GM とはどのような会社でしょう。米国の自動車メーカーですね。はい、そうなんです。米国の自動車メーカーです。2007年までの77年間、自動車販売台数で世界一位を続けた米国を代表する企業です。その巨大企業が経営破綻し再建を目指すことになったというニュースです。ところで GM は何の略でしょう。もう言うてもうてん、ゼネラルモーターズ。はい、そうです、ゼネラルモーターズの略です。ところが政府の援助で再建することになったため、ガバメントモーターズ、政府自動車と皮肉られることもあります。あ、その皮肉が選択肢にあったんだ。2009年6月1日付の日本経済新聞の記事です。再建政府頼みだそうです。 GM の負債総額はどのくらいだったでしょう。これドンと負債してほしいから、こっち、ああ正解。ドンと負債ですね。これドルやからね、ドルやから02個少なくともつくからね、これ。うん、すごいですね。日本円に換算すると1ドル100円としても、17兆3000億円という、もう想像もいかん金額ですね。ドンと負債してますね、本当に。
仮に1日に10億円ずつ返済するとして、すべてを返し切るまでには50年近くかかる計算ですということですね。いや、仮にですよ、本当に1日に10億でも50年ですからね、すごいですよ、本当に。さて、再建計画では、優良ブランドを残す一方、不採算事業は、不採算でいいね、売却、清算する予定です。では、新生 GM に残る優良ブランドの組み合わせで正しいのは、ポンティアックとサターン、キャデラックとシボレー。キャデラックとシボレー残してほしいな。ほい、OK、残る。キャデラックとシボレーです。他に、ビューイックやトラックの GMC が残る予定です。逆にポンティアック、サターンは引き取り手となる会社が現れないと消える運命にあります。ポンティアックやサターン、を愛車にしているファンが今後新車に乗れなくなる恐れが出てきたわけです。そして、GM の破綻は日本の企業にも大きな影響がありますが、次のうちこれまで GM と共同出資の工場で車を生産してきたのは、トヨタかホンダ。どっちやろ。ホンダかな。あ、トヨタ。いえいえ、トヨタ自動車です。他にもスズキやイスズ自動車が2009年6月時点では、GM との共同出資工場で自動車やエンジンを生産しています。ただ、トヨタと GM の共同出資工場については、GM が出資分を、処理し、事業から撤退すると、2009年6月に発表しました。トヨタの判断な、トヨタの判断など、今後の成り行きが注目されますということですね。まとめ。20世紀は、自動車の世紀、米国の世紀でした。そしてその、象徴が GM でした。しかし、創業から101年、100年に一度と言われる経済危機の影響で、世界の大企業も破綻に追い込まれました。一時国有化という中で、どのように再建されるのか、日本経済とも関係が深いだけに目が離せませんということですね。あ、不正解でお金が減ることはないんですね。ありがたい、1200円獲得。はい、GM 破綻申請。そんな話でございました。4問正解。さあ続いて、ブッシュ時代からオバマ時代へということですね。そんな頃か、オバマさんの頃ですね。もうそれがもう変わって、トランプさん変わってますからね。すごいですね。10年というのは、10年だけでも、このアメリカの大統領だけでもこう変わりますからね、10年でね。6つの選択肢の中から正しいと思うものを3つ選んでください。一つでも間違えるとお手つきになり、やり直しになります。やり直しは2回までです。正解判定の後で選択肢をタッチすると、詳しい数字が表示されます。ほう。なんかようわからんけど、3つ選ぶというスタイルです。米国のオバマ大統領は2009年1月20日に就任して以来、様々な政策を打ち出しています。ここではオバマ政権とその前ブッシュ政権の時代に起きた出来事について見ていきましょう。第1問。次の出来事の中でオバマ政権になって起きたことを3つ選んでくださいということで、オバマ政、リーマンショックはどうだと。サブプライムローンの問題表面か。これはオバマ、オバマじゃないの？違う。リーマンショックオバマやろ。オバマじゃないの。なんでこのノリ。ってことはもうあと3つしかないんよ。あともうグリーンニューディール。はい。クライスラー。クライスラーもなってんの？ GM だけじゃなくクライスラーまで？ A だけでもなく、A だけでもなく B までもみたいな、そんな話？3億人突破しない。はい、残念。拷問しない宣言だそうです。残念。そっか、2回間違える、2回までやり直しできるってことは、もう2回やり越したら正解か不正解しかないんだ。ああ。
二択やったよね。もうほぼ二択やったのにもかかわらず不正解を選んでしまった。サブプライムローン問題やその後の、証券大手リーマンブラザーズの破綻によるリーマンショックは前任のブッシュ大統領の時代の出来事でしたが、その影響はオバマ政権になってからも続き、自動車大手クライスラーによる連邦破産法11条の適用申請など、米国の経済を揺るがせ続けました。またオバマ大統領は拷問禁止を宣言したほか、環境問題にも積極的に取り組む姿勢を示し、就任直後から地球温暖化対策と、雇用創出を同時に進めるグリーンニューディール政策を始動させるなど、ブッシュ政権との違いを打ち出しております。そしてそのオバマ政権との違いを見せつけるのかどうなのか、もうこの先言わない、そんな話第2問。では次の出来事の中でオバマ政権の前任のブッシュ大統領時代の出来事3つは何でしょうというところで、同時多発テロは違うよね。地球温暖化防止京都会議あったかもしれんな。情報スーパーハイウェイ構想知らん、バイオエタノール利用促進したんかな。ベア IT バブルはしそう、しないしないのか。情報スーパーハイウェイ構想ないの、嘘そんな間違う、そんなに間違う。まあバブルでね、京都議定書はどっちだろう。京都議定書でもないんだ。嘘、こんな当たらんもん。米国のブッシュ前政権時代は2001年1月から2009年の1月の8年間、2001年9月11日に同時テロをきっかけにアフガニスタンでの軍事行動、イラク戦争というテロとの戦いと位置づけられた戦争が続きました。一方ブッシュ政権の前のクリントン政権で絶頂となった米国 IT、情報通信バブルはブッシュ政権の発足と、相前後して崩壊、その、政策の副作用もあって米国に住宅バブルが発生しました。その住宅バブルが崩壊し、続いてサブプライムローン問題が表面したのもブッシュ政権時代です。またブッシュ政権では主にトウモロコシを原料にしたバイオエタノールの量産も進めましたということですね。まとめ、オバマ政権は前政権の負の遺産を背負いながらスタートとなりました。オバマ大統領が山積みする国内外の課題にどう対処していくのかに、全世界が注目しているというところですね。その頃の時代の話でした。なかなかこの頃の時代背景をこう思い出すのは難しいですね。サブプライムはブッシュ政権からの負の遺産ということでした。さあ続いていきましょう。続いては、米国金融危機の発端はと、お問題すごいな。経済がグローバル化した現代ではある国の金融危機が瞬く間に世界中に広がっていく傾向があります。2008年も金融危機が各国に広がり、世界は100年に一度あるかないかとされる経済危機に突入しました。きっかけは米国の金融機関が抱えていたある問題です。今回はその問題をおさらいしてみましょうと、米国の金融機関が抱えていた問題、その原因から次、その原因から何と呼ばれているでしょう。サブプライム問題ですね。はい、金融危機、損失143兆円にサブプライム問題で IMF 推計と。そうなんです、サブプライム問題、サブプライムローン問題です。2008年10月8日付の、日本経済新聞の記事です。米国には1980年代に登場したとされるサブプライムローンという金融手法があります。2007年頃からこのローンの返済に行き詰まる個人が急激に増え、金融不安が起きていました。まずサブプライムローンのサブは補欠や下、服、買い、服といった意味です。ではプライムとはどういう意味でしょう。プライム、
アマゾンプライムとか言うね。最高位。はい。そうです。最高位の最良のという意味です。プライムローンは、返済に問題がなさそうな信用力の高い個人に優遇金利で貸し付けるローンのことです。そうした優良顧客ではない、信用力の低い個人に貸し付けるローンをサブプライムローンと呼ぶのです。そのサブプライムローンで融資を受けた人は返済能力の乏しい、低所得者が多くを占めています。ではこの人たちはサブプライムローンを組んで何を買ったのでしょう。住宅ですね。そうなんです、住宅です。サブプライムローンは数年経つと金利水準が高くなる代わりに審査基準は甘いため、それまでローンを組めなかった人も家が買えるようになりました。こうしたことから日本ではサブプライムローンを 低所得者向け、住宅融資とも呼んでいます。ではなぜ銀行などは返済できないリスクの高い低所得者に低所得者が言えない金を貸せたのでしょう。国が低所得で、リスクを減らせる仕組みを作ったから。国か、国じゃないです。リスクを減らせる仕組みを使ったから、自分たちのリスクを減らせる仕組みを使ったからです。債券などの資産を証券に変える技術が広がり、ローン債券を他の、投資家に転売しやすくなりました。さらにローン債券などを集めて小口化し、小利回りを謳う証券化商品も数多く登場して人気となりました。投資家や別の金融機関にリスクも転売することでお金を貸した金融機関はリスクを減らしたのですと。とするとお金を貸した金融機関のリスクが減った分、そのリスクはどうなったのでしょう。リスクは結果的に中央銀行に集中じゃない外すね。投資家は別の金融機関に分散しました。ここの担う、リスクは減りましたが、拡散しただけでなくなったわけではありません。ここが重要です。なるほどね。それでこうみんながしんどくなると。サブプライムローンの拡大には米国でのあるものの値上がりが背景にありました。何が値上がりしたのでしょう。よう売れるから住宅を上げたんじゃないの。はい、住宅です。住宅の値段が上がっていれば融資の担保となった家の価値も上がっていきます。購入時より高いので月々の返済ができなくなっても家を売ればローンを返し、さらに利益が出ました。日本で土地の値段が上がってバブルが起きたのと似た構図ですと。しかし米国であることが発生し、サブプライムローンの弱点が表面化しました。何が発生したのでしょうというところで、下落だな。住宅価格の下落です。2006年夏頃から下げに転じ、担保となった家の価値が下がってしまいました。借りた当初のローン金利の優遇期間が終わる時期と重なり、月々の支払額が増える人も多く出ました。返済が滞り、家を売却しても、埋め合わせができなくなる人が増えて、ローンの焦げ付きが急増したのです。その際、サブプライムローンのリスクを抱えていた投資家や金融機関は、大きな損失をもらうよね、それは。リスクのツケが来たと。大きな損失を被りました。リスクを減らす仕組みはありましたが、住宅価格の大幅な下落を想定していなかった上、サブプライムローン債券を組み込んだ証券化商品の、価値も価格も大きく下がり、損失が膨らんだのです。また、リスクを抱えていた投資家や金融機関は、世界中に広がっていた。はい。まさにそうです。世界中に広がっていました。さまざまな金融商品に、サブプライムローンのリスクが分散していたため、サブプライムローン
破綻の損失が世界中に拡散してしまったのです。まとめ、サブプライム問題は見方によっては日本でバブルが崩壊したのと同じ現象ですが、ローンの証券化で実態が見えにくくなったリスクを多くの金融機関などが共有していた点が異なります。そのため多数の金融機関が大きな損を出したり、他の金融機関を信用できなくなったりして、世界の金融市場に混乱が広がりましたということでございました。おお、結構お金もらった、ありがとう。米国の住宅価格下落でサブプライム問題が噴出ということですね。7問正解。はい、ということでございました。さあ、じゃあどんどんやっていきましょう。1万5000円を手に入れないと次の階級に行けませんのでね、4階に行けないので、どんどん行きます。今日の丸得。さあ、日本経済新聞で読む株式相場のお話、なぜあれだけ紙面を使うかわかるっていうことで、マーケット株式欄の読み方やっていきましょう。株はあんまり興味ないですね。そんなところを、やっていきましょう。新聞の株式欄、細かい数字や略語がたくさん並んでいて、興味がない人には何のことやらというページが、というページかもしれません。しかしここには日本経済の今とこれからのヒントが隠されているはず。日本経済新聞の株式欄を例に見ていきましょう。とその前に一つ問題です。日本経済新聞の朝刊にないのはどちらでしょうということで、朝刊4コマ漫画。はい、そうなんです、4コマ漫画です。日本経済新聞には4コマ漫画がありません。テレビ欄はあります。株式を含む、証券面はカーから土曜日、日付の土曜日付の朝刊に4ページあり、市場の情報がぎっしり詰まっています。まず次の紙面は2009年5月2日付の日本経済新聞の株式欄です。お、東京第一部。東京第一部のコーナーには何が掲載されているでしょう。なんか下の方見とけよかったな。なんやろ、朝刊でしょ。でも朝刊やから上場している銘柄でしょ。はい、正解。そうなんです。東京証券取引所東証の第一部に上場している銘柄のことです。東京第二部のコーナーもありますが、一部が昼で二部が夜という意味ではありません。東京第一部二部のほか、大阪第一部第二部、名古屋、ジャスダック、マザーズなどのコーナーもあります。さて、囲っている部分が株価です。これが株価。はい、なんかいろいろ書かれてますね。通常は何株あたりの金額でしょう。一株。はい、そらそうだ。株式欄の株価は通常一株あたりの金額です。ただし1000株単位でしか売却できない銘柄が多く、そのような銘柄を実際に購入するときは最低でも株価の1000倍の金額が、資金が必要になります。また、売買単位が1株の銘柄の場合、実際の株価は、紙面上の数字の100倍になるので注意してください。1株単位で買える銘柄は100倍になるし、なんや、何だっけ、そう、1000株単位で買わなあかんねやったら1000株1000倍で買わないといけないしっていうことか。なかなかいろいろあるんですね。囲っているところが銘柄名、企業名です。はい、これが企業名。なんか A、B とか C とか書いてますね。これは何なんでしょう。銘柄名の左にあるアルファベットは何を表しているでしょう。いや、俺それ気になってたんよ。株の取引単位が通常とはこの、その銘柄の格付け。格付けかな？違う。違います。
株の取引の単位、売買単位が通常とは異なることを表します。通常は1000株ですが、記号がついている銘柄は A が100株、B が1株、C が10株、D が50株、E が500株などとなります。それは覚えられへんな。バラバラやん。100の次1で、その次10やもんね。バラバラや、覚えられへん、そんな。そして、次の記事の売買高の意味は？売買高。売りから買いを引いた残り数。売買高。ほう、なんやろ。終値283円でしょ。283円。 A は何やったっけ。100株買うやつ。いや違うな。何やろ。売りと買いが成立した数。そんな売りと買いするんか。売りから買いを引いた残り数。でもマイナスはないよね。売りと買いが成立した数もなんか小数点が出るのもようわからんしな。なんなんでしょう。売りから買いを引いた残り数。違う。もう何、なんで点数が出んの、なんで小数点が出んのって。売買高とは売りと買いが成立した数で、通常は1000株単位で表示されています。盛んに取引があったかどうかを示し、いわばその銘柄の人気のバロメーターとも言えます。また株式欄には2種類の三角があります。ほう、あ、白抜きと黒のやつ。値上がりか値下がりか。値上がりか値下がりやねんな、多分。はい、正解。まさにそうです。白抜きは値上がりで、黒い方は値下がりです。前日の最後の値段、終値と比べたもので、値段が上がっていれば白のやつ、はい、下がっていればその、ね、それになると。黒塗りの13とあれば、前日の終値に比べて13円値下がりだったとなりますと。相場が全体的に値下がりした翌日の株式欄は黒い三角が多くなり、少し黒っぽい表面、紙面になるということでございました。暗号のような株式欄、数字ばかり並んでいるので難しそうですが、気になる会社の株価を毎日チェックしていると経済の動きが少しずつ身近に感じられてきますということでございました。2問も間違った。日経の株式欄では、三角は値上がり、そのそうです。はい、覚えときましょう。さあ続いて、マーケット、日経平均株価に何が起きたというヒアリング問題ですかね。日経平均株価、日経平均は日本の株価の動きを示す代表的な指標の一つです。日経平均を見れば、日本の株価が全般的にどのような状況か知ることができます。お、2009年3月、日経平均が大変な状態になりました。日経 DS ニュースを聞いて問題に答えてくださいということで、字幕と音声で聞きましょうか。日経 DS ニュースです。はい。日経平均株価が続落し、26年5ヶ月ぶりの水準に落ち込みました。もうそんなに。2009年3月9日の東京株式市場では、3月9日株価が続落し、レミオロメン終値は前の週末に比べ、ちょっと今レミオロメンしか頭にないぞ。今ちょっとやばいぞ、やばいぞ、3銭となりました。やばいレミオロメンしかない。サージレイカ、サージレイカの出ていた1リットルの涙1リットルの涙しか今頭の中ないよ。ちょっと大丈夫か、いけるかこれいけるんかこれやばいぞ。
ちょっともう1リットルの涙しかないんよ、沢尻エリカと。2009年3月10日付の日本経済新聞からのニュースでした。ニュースでは2009年3月9日に日経平均がどうなったと言っていた。記録的な安値。はい、正解。そうなんです。日経平均が記録的な安値になったと言っていました。米国の金融危機の影響で日本の株価も下がり続けたのです。そして、この日経平均の記録的な安値とは一体どれくらいだったでしょうかというところで、あんま覚えてないな。7500。違う。ちゃうね。俺もう1リットルの涙しか出てこんかったんやって、もう。2009年3月9日の日経平均は26年前の水準に戻ってしまったのです。ところで、日経平均の記録的な安値になった2009年3月9日何曜日だったでしょう。知らんて、もう知らんやそんなもん。でも週明けっぽいよね。月、はい。そう、下がるなら週明けでしょ。前の週末に比べ87円7銭安と言っていました。ここから直前の取引が土日の休みを挟んだ金曜日だったことがわかります。その3月9日まで、日経平均はどういう状態だったと考えられるでしょう。大幅な下落やもんね。まあ下がりつつあるんじゃないの？どうでしょう。難しい。下がっている。はい。よかった。よかった。下がっている状態だったと考えられます。ニュースでは日経平均株価が続落と伝えていましたが、続落とは2営業日続けて下がっている状況を示します。そして、ニュースでは日経平均の終値と言っていましたが、終値とは何でしょう。その日の最後に取引された価格。はい、正解です。その日の最後に取引された価格です。終値と読みます。日経平均の終値は日経平均に採用している各銘柄の終値から算出します。ではニュースではバブル崩壊後最安値になったのはいつだと言ってるでしょう。バブル崩壊後最安値になったのは2009年3月。はい、3月9日言ってたやん。はい。それまでバブル崩壊後最も安かった2008年10月の株価をこの時下回ったのですと。バブル期をさらに遡る1982年10月6日以前、以来の低い水準でした。ということで2009年3月9日につけた、日経平均は本当に久しぶりの低水準でした。翌10日にも続落し、その後反発しましたと。一応ぶ生き返したよね。マキシマムザホルモン風に言うとぶ生き返したんよ、その後はね。そんな話。お、なんや。お、なんや、なんや、なんや。新しい商品が入荷ですよ。ありがとうございます。多分いらんけどね。多分買わんと思うけど。日経平均の推移。日経平均株価。日経平均は日本の株式市場を代表する指標の一つです。株価は企業に対する市場からの評価や期待が反映されたもの。日経平均株価の動きを見ることで日本企業の伸びや日本経済の動向も見えてきます。ここでは約60年に及ぶ日経平均終値の、推移を年間の最終取引日を中心に見ていきましょう。第1問、高度経済成長期の、終盤に差し掛かった1970年の、年末の日経平均株価はいくらぐらいだったでしょう。知らない。んなもん分かるわけないやん。これエンタが分かるわけないやん、そんな。高度経済成長期でしょ？まあそこそこ高いよねっていうところで。低水準言うてた頃が7000円やったから、まあそこそこ高いよねと。1600、16000。どうだ？はい、全然。1987。日本経済新聞社が
平均株価の算出公表を 東京証券取引所から引き継いだのはこの年1970年のことです。ちなみに東京証券取引所が算出した初めての平均株価は1949年5月16日の176円21銭でした。昔はそこでした。では少し飛んで1982年の年末の日経平均株価はいくらぐらいだったでしょう。もう日経済がこうちょっと熟成されて1万はいくんじゃないか、まあ言ってはないけどほぼ正解。82年年末の日経平均株価は8016円67銭で、年末の終値としては初めて8000円台をつけましたということですね。日経平均の終値を、年末値を見ると1978年から毎年前年末の株価を上回り、これは89年まで続きましたということですね。89年まで続いたことを覚えておこう。円高ドル安の基調を作ったプラザ合意があった1985年、この年の年末の日経平均株価はいくらだった。プラザ合意というね、今までそのなんだ為替相場がね固定式やったけど、なんか変えましょうよと、変動式に変えましょう的な合意をした頃ですねっていうことやと思うんですけど、まあでもそれからずっと上がりつつあったんだったら、まあ、うん、これぐらいあるんでしょう。13000。おお、ぴったりぴったり、やった。13,113円32銭ということですね。さあ、バブル経済の絶頂だった1989年末、いくらぐらいだったでしょうか。バブル期やからちょっと高いんじゃないの。2万。おお、いくね。4万。へえ、怖いな、バブルっつうのはね。4万近い、38,915円87銭に達したと。これが日本経、日経平均株価の終値としては今でも最高、過去最高値。4万を超えたことはないということですね。38,915円、これが最高値。さあ、ここから2問は年末値を離れての問題です。まず日経平均株価が2003年4月に記録したバブル後最安値、当時はいくらぐらい。これさっきあったんじゃないの。7000円。はい、そうですね、7600。これほぼ正解扱いなの。そっか、四捨五入するから7800円ぐらいにしとかなあかんのか。じゃあむしろ8000円にしとかなあかんかったんか。むずいな、その話。四捨五入は知らんで、これでほぼ正解か。厳しいな。2営業日連続でバブル後の最安値を更新しました。結局4月28日の終値が2003年の最安値でした。では2003年や2008年の安値を更新した2009年3月の日経平均のやつが、これがまた7000ね。はい、7054円。そっかそっか、2008年10月ということを覚えておかないといけない。はい、7054円98銭、これが6月末の時点で2009年の安値。前年10月27日の7162円90銭を下回り、3月9日10日と連日でバブル後の最安値を更新しました。これは1982年10月6日以来、26年5ヶ月ぶりの安値水準ですということですね。2問ぴったり当てましたね。バブル景気の、絶頂期に、4万円近くまで上昇した日経平均株価はバブル崩壊で急落。その後、値上がりと値下がりを繰り返しながらも水準を徐々に切り下げ、25年ほど前と同じ水準で推移しました、ということでございました。1200円でございました。ピタリ賞を当てても金額は変わらないとあ、ピッタリボーナスあった。3000円ももらえるのね。ありがとう。エレベーター代行くよね。エレベーター代浮くよね。そんな話。
ということで日経平均株価の話をしてみました。さあということでショップに新しいの出たみたいなんでちょっと見てみますか。何なんでしょう。キーポイント一覧だそうです。今まで読んだトピックのキーポイントの一覧を見ることができますだそうです。これ後々聞いてきそうですね。こういうの後々こう見返すときに楽かもしれないけど、動画としては特に見返すことはないのでいらないこの店エレベーターしか変わらんわ、ほんま。エレベーターしかいらんでほんまにはい、ということで、とりあえず今週はここまでしましょうかね。ちょうど40分ぐらいになったので、はい、ということでまた次回、次週は、この続き、次週こそは昇進試験受けれるんじゃないかというところですね。まあ、今回でだいたい7000円ぐらい受け、儲けました。もう儲けたっていうのが正しいのか知らないけど、7000円、手に入ったので、多分次回いけると思います。昇進試験に挑んでみたいと思いますので、また来週お楽しみということで、今週はここまでしたいと思います。よければコメント、評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次回、エンタのゲーミングザボックス、ご視聴ありがとうございました。